スティングマイスターのやすしです。本日は牛乳シリーズの最終章に行きます。でテーマはですね、どんな牛乳を飲めばいいの。結局ですと、それですよね。結局はどの牛乳を飲んだらいいのかって話です。はい、それをしっかりお伝えしていきます。まずは前回の動画たちでは、高成安い牛乳だと抗生物質ホルモンの問題があって体に毒ですって話をしました。でこれを除外するんですけども、まずはいくつかそのポイントがありますので、そこを見ていただいて購入していただけたらなと思います。はい、まずは自然放牧、自然牛舎ではなくて自然放牧で、餌も穀物ではなくて牧草を食べている牛さんがいいです。はい、あと低温殺菌されている牛乳、よく今ちまたで売られているのがほとんどが高温殺菌で何秒、でも低温殺菌だと温度が低いのでその分時間かかります。何十秒で時間かかるんです。だからビジネスとしてはちょっと時間が手間がかかっちゃいます。その分コストが高くなりますけども、高温殺菌で数秒ってやったらもうすんごい数ができるので、いっぱい大量生産するにはそれがいいんです。はい、なんで低温殺菌を選んでください。はい、あとノンホモジナイズっていうのを選びましょう。ノンホモジナイズ、これ何だろうって言ったら、まあ牛乳っていうのはタンパク質、脂質、水でできております。これ全部がね、分子の大きさが違いますので、コップに入れた時にね、最初混ざってるかもしれないんですけど、だんだんと分離しちゃうんですよ。分子の大きさによって変わってきます。で飲んだ時に、あれこれなんか最初重たいけど下が軽いとか、口当たりが違うとか味が違うとか、それがノンホモジナイズっていうんです。ノンホモジナイズ、それが自然なんですよ。自然の味だけど、それだとなかなか商品化できないんですよ。その手間、味が違うとかクレーム来ちゃうから。でこのね、一番上の蓋がしてあるのが、その分子の一番ちっちゃくて上に行っちゃってるのが、これはすごい役目を果たしてまして、酸化を防いでます。酸化、よく私酸化してる油とかなんか全部酸化はしちゃダメですって話をしてますけども、今回も酸化してしちゃいます。でこれを全部ガーって混ぜると、その上の蓋がなくなっちゃうので、酸化が始まってしまいます。そうするとまた人間の体にとって負担が来てしまいますので、まずはこの酸化がしてない、この蓋があるような状態、それノンホモジナイズって言います。でこの自然放牧、低温殺菌、ノンホモジナイズっていうのを3つ選んでほしいと思います。はい、私下の方にあの牛乳の説明っていうか、このここで私買ってますよって買ってるんですけども、私ほんとあんまり買わないですよ。買わないんですけど、たまに買うときはそこで買って、まあ送料がかかってしまいますけども、そこで買ってます。でもほとんど飲まないかな、牛乳は。はい、飲むときはほんなもう1年に1回飲むか飲まないかわかんないです。覚えて記憶ないぐらい飲んでないです。はい、なんでまあできれば牛乳、市販のその辺の牛乳は飲まない方がいいかなと思います。まあ嗜好品で好きだったら飲んじゃうと思いますけども、飲みすぎは本当良くないと思いますので、できれば飲まない方がいいかなと思います。飲むだって水を飲んだ方がいいかなと思っておりますので、ぜひちょっとその辺も考えていただいて、もしこれだけじゃ分かんないという方は、前回の牛乳シリーズの動画を見ていただけたら、私の思いが伝わるかなと思いますので、ぜひ、参考にしてほしいと思います。はい、では以上で牛乳シリーズ終わりになりますので、次回以降また他のシリーズいきますので楽しみにしててください。まだですね、私のチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録していただいて、私の動画を楽しみにお待ちください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。毎日あっと驚く豆知識を配信中。チャンネル登録よろしくお願いします。